それが最後ちょっとだけゲーム形式をやったところですかね。もう少しだけ観光大変こうです、はい、そう、好き。あ、お、来るもんだと思って。もう一回。お、いいボール。そう、完璧。ナイスショー。ナイス。ポジションがやっぱり良かったですね。あ、これさっき話してたスタートがちょっとだけ早くて、ポジション少しだけ上げれた感じですかね。はい、そうですね。うん。なんかこういうのが出てくるといいですね。そうですね。ついついこういうの落としてストロークで打ちがちですけど、やっぱりノーバウンド打ってるといいですね。はい。はい、うん。でも今みたいに相手からしたら、あ、そんなに動くんだって思わせたらそっちの方がいいですよ。うん、すいません。そう、センター抜かれたくなかったな。そう、動いて。そう、 OKOK。 結構コーチとペアを組むと真ん中任せてくるケースが多いんですけど、はいはい、そうですね。それはちょっと前に来たら良くない傾向ですよね。ここまでノンストップで来るのは取ってほしいですね。うん。そう、ここで一回ちょっとブレーキ。やっぱ僕の考えとしては、そのダブルスって、まあ、ダブルスっていう、まあ、一個の、はい、まあ、ルールというか、常識みたいな、セオリーみたいなものがあったら、うん、それをみんな理解していれば、誰と組んでもできるはずなんですよ。うん、そうですね。なので、はいはい、このペアとしかできないとか、このペアの、まあ、このペアだけの作戦とか強みがあるっていうのは、まあ、話は別ですけど、うんうん、まあ、誰と組んでもできる状態にしておくのが大事なんで、うん、まあ、コーチと組んでるから遠慮するじゃなくて、やっぱり、まあ、ペアとしてどういうふうに動くかっていうことがやっぱ大事ですし、はいはい、まあ、センターはしっかり取らないと、はい、うん、そのコーチがカバーしてくれるとかは僕はしない人なので、はい、そこね、まあ、その分、まあ、取れるようにしてほしい、してほしいというか、まあ、取る、コーチと組んでるっていうのはもう別にもうどうでもいいことで、うん、もう誰と組んでようが、はい、そのセンターはしっかり取るっていう意識でやってもらえるといいかなと思います。そうですね。いや、なんかこう、いろいろ取ってあげるコーチが優しいコーチってつい考えがちですけど、はい、ただただ試合で弱くしてしまうという気がしますね。まあ、全然その、楽しむためにとか、絶対勝つっていうためにこうコーチが頑張るなら全然いいんですけど、うん、まあ、その人自身が、そう、生徒さん自身が勝ちたいんだったら、まあ、そこはもう出過ぎかなって思うぐらい動いちゃってもいいと思います。この企画は特にそれを趣旨でやってるので、はい、まあ、動いてもらわないとアドバイスも出ないですしね、なかなか動きましょうしか。そうですね、うん、そうそうそう、でもそういうことです。ちょっと高さを出して全員が動くけど、こっちにも打てますよっていう風にしないと、今さっきの逆のサイドよりも全然クロス、これ、そうですね、あの後衛のストローカーの練習しても方ですよね。その、まあ、基本的にクロスには 打てればまあいいっちゃいいんですけど、狙えるようにしたい。まあ、ストレートもあるし、ストレートロブもあるし、そうそう、まあ、センターとかアングルとかもあるんで、はい、まあ、いろんなコースに打てる準備をしといてから、クロスとかストレートとか、うん、まあ、そういう打ち分けをしておきたいですね。まあ、相手がいるので、うん、相手にコースがバレないようにして準備するっていう癖をやっぱつけておけば、うんうんうん、まあ、読まれることは少なくなってくるかなと思います。そうですね。うん、だからこういうストレートへの配球も早めにやって、まあ、自分の感覚も掴みつつ相手にも見せておいてっていう。やっぱ結構皆さんその多いのが、
もうストレート打つとミスする気がするっていう風にして打たないんですよね。はいはい、でもミスしてもいいからストレート打ってるって印象つける方が絶対いいし、そうですね、まあ、ましてやこれ練習なんでポイント落としてもどうでもいいっちゃどうでもいいので、うんうんうん、まあ、まあ、いわゆる失敗しに来てるわけですから、そうですね、まあ、そこはもうどんどん、あの、打ってできないことでもやってみて、はい、で、まあ、もしかしたらそれが武器になるかもしれないし、まあ、そんなん分かんないので、うん、まあ、どんどんトライして、練習ではどんどんトライしていくべきかなと思います。そうですね。ちょっとボール集めましょう。で、この後、まあ、実際、ちょっとサーブからゲームやりますけど、やっぱり本当の試合になればなるほど、ストレートって重要だし、増えてくる試合も多いですよね。そうですね。頑張ってくださいとしか言えないんですけど、どうしましょう、ルール4ゲームとりあえずできるとこまで、ニュースなったノワドで、なんか土井さんの感覚の中でストレートの展開が多い試合っていうのはやっぱりどうですか、結構レベル上がると多いイメージあります、リターンだったり、うん、レベルっていう話じゃないかもしれないですね、それは。あの、まあその人の技量とかもあるかもしれないんですけど、はい、まあ、やっぱ人によるというか、やっぱ一生懸命その自分がミスしないようにしようって考えてる人なんかは、ストレートはリスクだって思うから、クロスに打ちたがるので、ストレートはまあ必然的に少ないとは思うんですけど、はいはい、あの、なんだろう、その性格的にやっぱテニスはゲームだから、いろんなところに打って相手を迷わせようみたいな考えをする人は、まあ、技量がどうであれ多分ストレートに打つかなと思いますし、あとはまあストロークに自信があって、まあどっちでも打てるっていう人は、はい、多分ストレートにも打っていくかなって思うので、まあレベル上がってもクロスしか打たない人はいますし、はい、確かに。まあ、実際の試合だと本当そういう性格的なところだったり出ますよね、うん、本当に、はい、考え方が、まあ、これもね今のシーンもジョダブでよくあるんですけど、やっぱり取る素振りをしてしまったらもう取らないといけないかなという感じですよね。一度そう、味方は騙しちゃダメですね。うん。いや、こんな風強かったんですね。いやー、僕今思い出してネットも入れてるなーと思いながら。すごいな。でもこんな中でも試合は中止にならないですからね。そうですね。テニスは強風でね、中止はないですからね。はい。まあ、ちょっとこれとは別な動画で出してましたけど、その自分が今、風下にいるのか、風上にいるのかみたいな意識は、はい、大事ですよね。持っておいた方がいいというか。そうね。まあ、あれを、まあ、はい、もうちょっと浮かせないようにリターンしたい。風上なりのプレーとか、その風下ならこういうショットが有効だとか、まあ、意識も変わりますよね。そうですね。強く打つべきなのか、はい、打っちゃいけないのかとか。うん。ロブもどういうふうに上げればコートに入るかとか、はい、そういうことを考えなきゃいけないし、まあ、上空の方が風が強いですから、まあ、地上よりも風が強いってことを考えてロブを打たなきゃいけないんで、はい、まあ、考えるというかもう風吹いてるか感じてるとは思うんですけど、はい、まあ、やっぱりこれだけ風吹いてるからこのぐらいの力に落としておこうみたいな、その加減ができるようになっておかないと、風の中だとやっぱ結構難しいような気がします。そうですね、うん、なんかこうあんまりやっぱネガティブに捉えるとちょっと難しくなってくるんで、風を利用するというか、うん、あの、はい、風があるからこういうこともできるみたいにちょっと考えられるといいかなって気がしますよね。
そうですね。まあ、風は止めれませんし、そうなんですよね。そう、うまくやるしかないんで。慣れてきてもチェンジコートで変わっちゃいますしね。ポ ジションそうですが。ね。だから、そう、風のある日の練習っていうのは、風上、風下っていうのがあるんだったら、やっぱり両方ともやっといた方がいいですし、その2ゲームごとに変わるわけなんで、そしたらやっぱ、ある程度、その風上でやったら、まあ、風下でも同じメニューをやるとか、まあ、そういうことをやる方がいいですね。風があるときは風向きが変わった方がいいです。それもちょっと練習の一工夫ですね。本当試合に強くなる。そうですね。おー、ナイスキャッチ。でもよくカバーしましたね、センター。下の時は必ずネットしないようにしてあ、る。僕今言おうとしましたけど、ネットは一番しちゃいけないミスですね、風の時は。測れないっていう感じですかね。ネット越えないとそのボールの軌道もちょっと。まあ、とにかく、その風が吹いて、そのおかげで、やりっぱなコートしにだ入っと、たりとか、まあ、あとは、その風で勝手に流れて、その後に帰ってくるまで処理するとこなんまかで。ラッキーで相手のミスにつながったとか、そういうのがネットすることで、もう全くその可能性なくなるんで、そうですね。ネットは絶対ダメです。ちょっまあ、とね、ちょっ早とかった強ですく打ってフォルトならまあ調整も効くかなという感じですよね。その後に。そうですね。ネットすると、ネットしないようにしようっていう修正方法しかないので。そうですね。それすごくプレッシャーですよね、テニスってスポーツにおいて。ネットしちゃいけない、でもさっきよりは強く打たなきゃいけないんだよね、みたいな、こう自分の中でこう、なんかループが始まるというか。そうっす。ネットって体、なんか、たかだか1メートルぐらいしかないですから、そこにボールが飛んでいくのはちょっとなっていう感じはしますし。でも本当、調子悪くてかかるときはあれがとてつもなく大きな障害物に見えてしまうんですよね、なんか 多分なんかそういう時ってボール早く打ちすぎているような気がするんですよね。そうですね、もうちょっとゆっくりとか、もうちょっとループを描くようにとか、スピンかけれたらかけるとかすればいいんじゃないかなと思うんで。そうですね。